はい、こんにちは、第八郎です。今回はですね、ポケモンセンターオンラインでの抽選で当たった VMAX スペシャルセット EV ヒーローズですね。こちらを一つだけ、開封したいと思います。まあこれしか当たってないんで、開けていきます。やっと開けれる。はい、では中身出して、 EV ヒーローズが、8パックと、VMAX、VZ の VMAX が1万入ったパックですね。やっと発売日が5月28日ですか。で、今開封がこれ15日なんですけども、6月の、まあ2週間ちょっと、やっと EV ヒーローズが開けれる。いやー、なかったな。それでは開けていきます。まずこっち、こっちから開けていこうかな。こっちから開けていきます。スペシャルセットについてる VMAX の EV、まあ、誰が、VZ の中で誰が好みかと言いますと、まあもちろんブラッキー。でもブラッキーはこの中には入ってないので、まあサンダースかエーフィーですかね。どっちかが当たると嬉しいなと思います。それでは行きます。せーの。おー、やったエーフィー。やった。おー、いいねいいねいいね。エフィーと基本超エネルギーがミラー仕様で3つ、3枚ですね。よしよしよし、嬉しいぞこれ。はい、ではこっちの方も開けていきます。ではこっちは8パックしかないんで、1パックずつ開けていきたいなと思います。まあ VZ の中ではブラッキー、次に、まあ、エーフィーかサンダースですが、EV ヒーローズで、ね、入ってるのは UR のインテレオン。あれが結構好きですね。インテレオンのあの立ち方ね、ルパンみたいでいいでしょあれ。それではおっつニャース、大事に取っておきます。ニャースコレクションがまた1枚増えた。ニャース嬉しい。フラベベ。お、ニンフィアの VMAX。おうほうほうほう。いいですね。アロマナお姉さん。よし、2パック目。まあでも1パック目でね、ニンフィアの VMAX 当たってくれたの嬉しい。マンタイン。おお、かっこいいな。しずくも、おっとおっと、ありがとうございます。 HR マクワ、まあ EV ヒーローズでは残念ながら一番人気のないマクワが、いやでも嬉しい、 HR 入ってた、やった、これは嬉しい。ちょっとこれに関してはあまり動画を見てないんで、他の方のどのぐらいのあれが入ってるんかわかんないんですけど、これ HR 出たのはすごいいいんじゃないですか。まあよく言えばね、他の SA とか入ってて欲しかったですけど、今マクワ、マクワ、マクワ、いやー、でもさすがに SA とかは入ってないでしょうよ。 HR 入ってたら他にはモデン、あ、ピカチュウ白ですな。まあでも最近なんか EV ヒーローズはちょこちょこ再販がかかって、まあお店でまあパック売りとかですね、近くのお店はなんか1パック5パック限定とかで売ってたり、まあタイミング合わなくて全然買えないんですけど、おブーサー V のダブルレア、
お、ドリームボール。ほうほう。なるほど。いいんじゃないかな。結構ダブルレア以上が出てくれる？これもしかして。おお、シビシラス、ヒンバス、ヒメンカ、カイラス、月と太陽のバッジ。さて、残りも2パックとなりました。早いなぁ。いやぁ、早いなぁ。でももっと開けたいなぁ、やっぱり。ロトム。お、EV。クルミル。お、ぐんぐんシェイク。ガルーラ。おぉ、かっこいいね。さ、ラストワンパック。あ、もう終わりか。最後何が出てくれるかな。なんか出てくれたら嬉しいな。ピカチュー。ドーブル。あ、これですね。なんかあの、つながってるやつ。マーグー。お、ゾロワーク。イオン。かっこいい。シビルドン。あ、終わりー。はい、では EV ヒーローズ VMAX スペシャルセット、一つですね、開封した結果がこちらです。VMAX のパックに入ってたのはエーフィー VMAX。 いや、よかったこれで、それについてた EV ヒーローズ8パックを開けるとこのレア以上がこれですね。いやー、まさか S レア以上のカードが入ってるとは思いませんでした。まあ、いいんじゃないですかこれ。またね、コレクションが、サポートのコレクション増えてくれて、で VMAX と、ブースターの V ですね、ニンフィアで、ゾロアークのレアが1枚。まあこんな感じですね。いやー、開けれてよかった。いやー、もっと開けたいな。ポケセンの抽選で、あと、あのセットのやつですね、2パック入って、エーフィーの SA が入ったやつがもう1つ当たってるので、そちらが届いたらまた届き次第開封したいなと思います。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。